この笹川流の本の中で、これを読まれた一問一答というコーナー、はい、質問がたくさんね、寄っているんですけどもね。じゃあちょっとそれについて少し、今回お話を長めにしようかなと思うのは、この本が出たのが2017年に出ました。この本が出た経緯というのは前も話したかもしれないけれども、笹川さんがおっしゃってることっていうのは、今の現代ではなかなか言いにくいことをはっきりとわかりやすい言葉で、おっしゃってると。で、これを本にすべきではないか。という女性の、私よりそうですね、当時5つから7つぐらい年のと若い、ね、女性から提案をいただいて、出版会社に企画をということで始まったものです。で、この本っていうのは、もともと読者っていうのはやっぱり35歳から下、もしくはもう大学生、中学、高校生、の人たち、もしくはそういう男の子を持っている、お父さん、もしくはお母さんに読んでいただくっていうこの本にしました。で、4つに分かれていて、まず第1章が私の父。生きていれば今年91、私が今54ですから、その父から私がどういう具体的な男の、教育を受けてきたかが第1章。で、第2章が今年25になります、私の息子を私がどういうふうに育ててきたか。で、第3章は、最近巷で少し話題に上がってきている、親族である笹川良一のこともな、おそらくその年代の人はわからないということで少しコーナーを設けて。で、第4章に、リフレームジャパンということで、日本の良きものは残しつつも変えていかなくちゃいけないことを、どういうふうに具体的に私は取り組んでる。で、皆さんとこれから一緒に何かやっていきたいねっていうメッセージを残したっていう、4部構成になってるんです。本は出したら、出版記念結構、あちこちでやっていただいて、それは良かったんですけども、やっぱりせっかくだったら、読んでくださった方が何らか私にダイレクトで、メールであったりとかいろいろあるので、送ってきてもらった方が私としても書きがいがあったってもんなので、その時にじゃあ何もなくって感想くださいっていうのもあれなので、もし感想をくれた人には一問一答ということで、一個だけ質問をお受けしますと。で、それがどんなつまらないこと？小学生だったら小学生なりの質問もあるだろうし、大人には大人の質問もあるだろうけども、どんなことでも私はお答えしますっていうことで、で、今回、Facebook の私のもう一つのページで、約2ヶ月ぐらいにかけて50回ぐらいかな。25歳から下の若い人にも限定したんですけども、その人たちから寄せられたものをご披露を始めて、それを読まれた大人とか、同世代の人たちがそれを思ってどう思うのかなっていう、またこの社会実験ですね。私、社会実験が好きなんで、そういう意図で始めたんです。まず最初の質問、飲食店を経営しています。最近経営が苦しく、このままで存続していけるか不安で不安でしょうがありません。どうしたらよいでしょうかというご質問だったんですけども。はい。はい、それはですね、おそらく、ここまた1、2年ぐらいで急にまた笹川流を読んでっていうことで、一問一答あるということで来られて、多分コロナになられてというものが来たはずなんです。はい、私はその時にその人に必要だと思うことを言うなり書き記してお送りするケースが多いので、その時に言ったことと今私がその時からもう1年か2年経ってるとまた社会も変わってきますから、いうことがだいぶ変わることもあると思うんですが、そこはご容赦いただくっていうことが前提で、コロナだからどうからっていうことももちろんあるんですけど、やっぱりどんな業種業態、多分これって東大さんの文楽とか文化の世界もそうだと思うし、多分来年東京の方の劇場が一回クローズして建て替えになりますよね。はいはい。で、私、多分もう
ああいう建物にはならないことはもう想像がつくんです。うん、だってやっぱり、あれだけをやっていて、あそこで事業収益を出していくのは、やっぱり主催者は、やっぱりあれを作った時ってもう今から、っていうことは、その間にいろんな産業構造とか仕組みとか IT とかも当然なかったじゃないですか。コロナの方に関してご質問に関して答えたのは、まあ不安、まあ不安っていうことについても確か私お答えしたのは、不安というのは、何の根拠を持って不安なのかとか、例えば幸せか幸せでないかって言っても、お金をたくさん持ってても幸せでないっていう人もいれば、うん、貧乏でも私は幸せだっていう人もいるし、だからその不安ということについて私はどう思うかっていう、その不安、何を持って不安に思ってるのかっていうことに対して僕は言ったような気がしまして、不安というのは私もそうですし、東大さんもそうかもしれないけども、頭の中で作り出すもの、心の中で作り出すもの、お腹の中で作り出すものであって、例えばここに今ライターがあるけど、こうやってライターみたいにちゃんと掴んだりとか持つことができないもの、つまり本当はそれってないんじゃないの？ないものを不安って自分が勝手に作っちゃってるんじゃないの？っていうことについて多分触れたはずです。そうですね。で、これは経営者だけじゃなくて、今特に若い世代の人たちにもと思って書いたのは、まだ何もやってない。何も始めてないのに、もうやる前からうまくいかないんじゃないかとか、不安だとか心配をして動けない人たちって結構今多いんですね。そうですね。だから、この件について、ご質問のちょっと趣旨から外れるんだけど、経営をやってるという意味においては、まあ100年、200年続く会社とか、機内をやってらっしゃる方って、ずっと例えば旅館業200年やってきたとは限らないで、途中でやっぱり機内を変えて、また旅館業に戻るケースもあれば、もともとは着物、今は着物屋さんかもしれないけど、もともとやってたのは、書道のなんか墨を作ってるような会社だったかもしれないけど、やっぱり会社っていうのは業態というか、業種業態っていうのは時代とともに変えていかないといけない。やっぱそこについて、やっぱり変わる不安と変わらない不安って多分両方ある。そうすると不安で不安でしょうがないっていう言葉に私はすごく、彼は多分変わりたい。でも変わってもどうだっていう確証もない。じゃあ、変わらなかったなっていう不安っていうこともあって、まあ、要するにどっちつかず。で、やっぱりあれじゃないですか。東大さんだって舞台出てるときに迷って、あそこで喋ってるっていうか、歌ってま、語ってま、うん、語ってる。はいはい。どっちかに迷うの絶対ダメじゃないですか。絶対ダメですね。もう、ダメかもしれないけど、どっちかにしないダメでしょ。そう。例えば今、目の前に、この、左か右に行く、こう、分かれる道があって、こう、立って、いや、こっちもちょっと気になるし、こっちもちょっと、だから、それだと、なんか、はっきりしないような語りになりますよね。そうですね。もうそれそうです。どっちつかずというか、どっちにも行かずに結局、ぼちゃっちゃうことなんか多いでしょうけど、どっちかでもいいから思いっきり行っちゃえば。ね、ダメだったら戻ってくればいいのよ。そうっすね。っていうふうには軽くは言えるけれど、うん、一言なのでね。だから多分東大さんも、今はもうそういう迷いはもうないと思うけど、多分今からもう10年前、20年前ってそういう時ってあったでしょ？そうそう、もうおっしゃる通りです。いや、今ももちろん迷ってはいますけど、その当時はまあ、文字さだよ自分は、住谷署の幅を語らせていただいてると、後ろに住谷署が座ってらっしゃるわけですから、本番中に屏風を挟んで後ろに。はい、もう迷いっぱなしやら、ああ、こう言われたけど、さっきの失敗だとかね、もう、一つの紙にいっぱいあるわけですよ。やらなきゃいけないことが。うん、もうそればっかり考えるてると、一番肝心なことが語る作者の書きたかったことを、はい、お客様に僕の体を通して伝えるってことが、一番肝心のところができてなくて、ああ、語らなきゃ、こう語らなきゃとか、やり方ばっか考えちゃって。ね。でも結局、もちろんそれはもう全然ダメで、ね、で、そういう不安っていうのは結局もう自分自身の中にあるんだなっていうのがね、よくわかります。はい。問題まで自分自身の中です。勝手に自分でこうじゃないかって考えてあったりしてね、不安になっちゃってね。お前、これ不安だよな、不安だよって、周りから言われてることってなくて、うん、自分で勝手に不安になって。そうそうそう
ので、そう。あとはやっぱり不安で不安でしょうがないって言った人の、うん、私会ったことがないけど、この言葉を見る限り思ったのは、おそらく今までの歩みの中で、その不安をやっぱりなくすのって文楽とか、東大さんの場合はもうお稽古しかないじゃないですか、簡単に言うと。そうですね。もう稽古しかないでしょ。うん、そうですね。多分この方はね、稽古みたいなことを、まあ、深さがなかったのか、そういう経験が今まであまりなかったから、こういう時に迷ってしまって、不安で不安で、変わらない不安、変わる不安、どうしようっていうことで、多分1ヶ月たち、2ヶ月たち、3ヶ月たちっていうことの、まあ、だから不安だったら不安でいいから、もうどっちかに、もう、変わらないんだったら変わらないって決めればいい話、で変わるんだったら変わると決める、それを両方とも決まってないことが問題ですよっていうことを多分お話、言葉にしたためて、そうですね、これはだからなぜ今東大さんを例えに出したかっていうと、結局 AI は迷わないんですよ、感情は入る、そうですね、でも我々人間だから、人に対するやっぱり見えだったり評価だったり、どういうふうに見られるだろうかっていうことがあるからっていうのももちろんあるし、あと自分の中での葛藤っていうか、俺はこうやってやりたいんだっていうふうに思いつつも、まあいろんなこと言われるからフラフラしちゃうっていうかね、そういう意味においては、いうか、演者っていうのは、要するに、一経営者、まあ、経営者じゃなくてもいいんだし、若い子たちでもいいし、要は人間なので、みんな。これは一番ちょっと今、東大さんが、演者さんとしては非常に分かりやすかったので、今、ちょっと例えを使って、補足させてもらいました。はい、こんなもん。結局ね、僕も、住田由将からは、腹やこしやって言ってね、おへその人をどつかれながら、何十年か育ってきまいりましたけど、結局不安な時って、呼吸が胸式になってるんですよ。はい。胸式に。はい。で、もう、落ち着いてる時ってのはもう、腹式のお腹の呼吸になってるんですよ。だから、迷いっていうのはやっぱりね、僕はやっぱり最近特に感じるのは、呼吸法を、が一番根本かなと思うんですよ。だから、まあ、禅寺行ってね、禅の、丹田呼吸ですか、禅の呼吸ね、はい、それ、もう座禅ですかね、呼吸、僕、座禅ってやれないとかできないとかやったことないけど、ただ、やってる義太夫節で、今、密則で語ろうと勉強してるし、また密則で語れないと、密則使わないと、本当の浄瑠璃語ることはできないということがよく分かってきて、それは住田将がに叩き込んでいただいた密則という秘密の密に生きていうことだったんですけど、その結局禅の呼吸ですね。うん、その呼吸法、腹の座った呼吸法、結局深い息ですよね。それがないと、経営とかもこうやって迷ってしまうのかなと思って。はい、あ。だから、偉大な方々、経営者の方々っていうのは、これまでもね、もう、こういうふうに、このお写真の通り、こう、偉大すぎる方々っていうのは、こういうふうな、丹田の、をちゃんとね、佐々木良一会長もそうですよ、この座り方からして、ね、もうソニーのこれね、森田会長とも同じ座り方されてますけども、みんな、腹のね、生活安全の息、ね、僕もそこ、結局は一番根本ここかなと思ってね。だ多分こう不安な方、経営で不安な方、多分ね、その呼吸法を直さないと、もうこうだって無理やり決めても、またそう不安になっちゃうような気がして。腹の座った方だったらもう、もし間違った方行っちゃっても、もうゆっくり冷静にもうこっちに戻せるというかね。なんかそういう気がしますですね。いや、なんか、結局、僕、最近みんなこっちの方行っちゃいますけど、話。いや、ありがとうございました、今日も。ありがとうございます。東大流で。笹川流。文化なくして。境内なし。超いいね。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。東大流で笹川流、毎週金曜日更新です。チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。バイバイ。ちっちゃくおいこい。